皆さんこんにちは、ひろみつです。私は JR 桜木町駅に来ております。今回は J1 第24節横浜 F マリノス VS FC 東京戦を見に日産スタジアムへ行きたいと思います。前節ヤン・マテウス選手とアンデルソン・ロペスのゴールで勝利した F マリノス、だがエウベル選手がレッドカード退場の影響により今回の戦術が厳しくなる状況ではございますが、なんとしてでも勝って勝って、そして首位神戸を猛追したいと俺は申しております。それでは早速横浜市営地下鉄ブルーラインに乗って新横浜駅へ向かいたいと思います。新横浜駅に到着しました。今回は快速あざみ野駅に乗りました。先ほど新横浜駅で帰りの新幹線の切符を買いました。今回はキックオフが19時30分なので帰りが遅くなるということも考慮を踏まえて事前に購入しました。無事に東海道新幹線が通常通り運用して本当ほっとしました。それでは日産スタジアムへ向かいたいと思いますが、先にちょっとお水を買ってから、スタジアムに行きたいと思います。日産スタジアムの方に到着しました。木陰にいると結構涼しいのでちょっと木陰を避けながら、歩いております。今回の球場総選手は背番号23番宮市亮選手です。今回の FC 東京戦ではゴール決めるような演出するような体制にしてほしいということで、今回は宮市亮選手を選びました。完全にちょっと暑すぎるのでベリーズ&ベリーで、スムージー買ってからマリンさんの撮影に行いたいと思います。ようやくスムージーを買いました。それではマリンさんがいる西ゲートへ移動します。
刻は16時40分になりました。大勢のマリノスサポーターがぞろぞろ日産スタジアムに集結しました。今回の入場時間は17時を予定しておりますが、私はバスの待ち時間がありますので、バス待ちしてから入場させていただきます。今選手が乗せたバスがもうすぐ日産スタジアムに到着します。今日は言いたいことには分かる、今週は宮市亮選手がスタメン起用ということで、私も全力で宮市選手を応援したいと思います。さあ、まもなくバスがもうすぐ到着します。宮市選手、今日スタメンだから絶対にゴール決めてください。宮市選手頑張れ、宮市選手頑張れ。時刻は17時56分になりました。さて、私ではございますが、 FC 東京サポ YouTuber 小原さんと、そして FC 東京ファミリー YouTuber の方にお会いしました。お疲れ様でした。結果は2対1、 F マリノスが勝利しました。前半はね、長戸選手の先制ゴールを決めておりましたが、 FC 東京のディエゴ・オリベイラ選手に1点やられ、1対1の引き分けで終わりましたが、後半ロスタイム、渡辺晃太選手のゴールで2対1という最高の結果を終えました。本当に逆転勝利してとても最高に気持ちよかったと思いました。さて、ここでお知らせではございますが、 FC 東京 YouTuber 兼徳島サポ YouTuber の久美さん、今回ね、諸事情によりコラボすることはできませんでした。久美さんのチャンネル登録に関しては概要欄に送っております。ぜひチャンネル登録をして、よろしくお願いします。ということで、この続きは絶対に優勝するという誇りを見せて、次週横浜 FC 戦はダゾーンから心より全力で見届けたいと思います。そして柏レイソン戦はちょっとね、諸事情で来れないけど、本当に全力で F マリノスを応援したいと思います。ということで、今回の今日ね、せっかく宮市選手ゴール決める姿も本当にがっかりでした。もう本当決めず、ちょっとショックでした。で、もう一つ、俺の大好きなアンデルソン・ロペスもちょっと点決めず、本当がっかりでした。アンドペ選手、宮市選手、本当に私はゴールを決める結果を出してほしいと僕はそう思いました。